Once, check. Check. Lipstick channel. マサイです。学校、部活、受験、塾、就職活動、バイト、仕事、病気、障害、人間関係、方も、育児、家事、嫁ちょっとめ問題、あと、宿題や課題、大変だよね。無理すんなよ。マサイです。今日は、今日も、お本の紹介と、Amazon 開封の木。まあ、先にね、まあ、いつもね、最近一番多いお悩み相談で、はい。ゴミ症で損しない38の方。これね、まあ、結構ね、吉田直樹っていう人、ベストセラーがね、なんだっけ、なぜこの人の話をすると、この人と話をすると楽になるのかっていうのはベストセラーで、その本も売っちゃったんでね、その人の続編でね、まあ、ゴミ症の人のための、まあ、すごい簡単な、まあね、すごい、まあ、コミュニケーションゲームだとかね、結構ね、あとこういうところで簡単にまとめてあるんで、すごい若い子には読みやすくて、まあ、会話は、まあ、カードゲームとかね、すごくね、ゴミ症で悩んでる人は、まあ、読むと、コミュニケーションってね、結構練習が必要で、うん、そう、ちょっと分かりづらいところがあると思うんで、まあ、これ読んで、まあ、これ読んでか、ね、簡単には変われないけど、まあ、うん、少しはね、楽に、そう、別に喋らなくても大丈夫。まあ、私もね、結構こう若い時はね、結構コミュ障だったんで、うん、まあ、コミュ障はね、練習なんで、まあ、ここに簡単に38の練習が書いてあるんで、もし、まあ、悩んでる人は買って損はないと思います。700円プラス税金、756円かな。はい。あとはね、次いつものアマゾン、よくね、アマゾンで買い物しすぎとか言われるんだけど、まあ、俺生活用品ほとんどアマゾンで買ってるんで、
ティーソープ。ああ、まだ固まってこうとしないね。Amazon のこのボディーソープでなんかランキングが上だったんでちょっとポチってみました。損しない方法38とおじさんちの悩みのガレージを予防に隠し部ボディソープ
気に入った方はチャンネル登録、高評価ボタンポチッと見てください。バイバイ。さらによお相手愛してます。 I love you. ではもう